e モバイル、e モバイル、A 賞、e モブルは y モバイル、e q, e アクセスが2014年7月31日まで展開していた、携帯電話部門のブランド。また e モバイル株式会社は、同社の子会社で、2011年3月31日まで、同事業を行っていた企業である。2014年7月現在時点でのキャッチコピーは、挑んでるだった。 総務省より新たに携帯電話用として割り当てられた 1.7GHz 単位への WCDMA 方式での携帯電話事業への新規参入を表明し2005年11月9日総務省電波管理審議会の答申により b b モバイル、ソフトバンクグループ及び IP モバイルと同時に事業計画の認定が発表されたこれにより事業認可と電波免許の交付 1.7GHz 帯が行われた。コアネットワークはエリクソン、基地局はエリクソン、東名阪地域と花ため技術、その他地域の製品を用いている。2007年3月31日に東名阪で HSDPA を利用したデータ通信を開始。2008年3月28日から音声通話サービスを開始した。2008年には 全国で利用できるようになるが、音声端末については、25道県においては2010年10月31日まで、NTT ドコモの WCDMA、フォーマネットワークを、ローミング利用していた。携帯番号ポータビリティ、MNP は、2008年3月28日からの、音声サービス開始と同時に対応を開始した。なお、e は当初、 TDSCDMA-MC で携帯電話に参入すると表明し、2004年4月15日に実験局の予備免許、同年5月28日に本免許を取得し、フィールド実証実験も実施していたが、その後、会長の専門幸い性による現実的な選択肢を取る戦略に方針転換したことから、WCDMA 方式に変更した。 2011年の3月末に、親会社の e アクセスに吸収合併し法人は消滅。合併後、e モバイルの名称は e アクセスのモバイル部門のブランドとなる。2012年6月27日、総務省は e アクセスに 700MHz 帯を割り当てることを発表。2014年8月1日付をもって e モバイルのブランドはウィルコムと共に y。 モバイルブランドに変更となった。Y、モバイルでは、E、アクセス時代までに行われた契約と I、モバイルブランド発足後の E、アクセス回線を利用した契約とでは、定管が別になっている。2014年7月以前の契約は、3G、音声、データ、LTE 音声、LTE データ通信の3つ、同年8月以降の契約は、 電話サービスとデータ通信サービスの二つになっており、異なっている。2018年1月31日をもって、イモブル 4GS を除くいい、アクセス時代までの音声契約すべてと 3G のみのデータ契約の回線は低波のため、使用不可となる予定。下り最大速度 21Mbps、上り最大速度 5.8Mbps のハスパー、データ通信サービス、 EM モバイルブロードバンドが主である。音声端末及びデータ通信端末いずれにおいてもデータ通信が定額制で利用できる。一般向けサービスの PC 接続時のデータ通信定額制は携帯電話事業者では初である。また、2008年3月28日から携帯電話端末向けインターネット接続サービス、エンネットを開始した。携帯電話端末単体で e メールや w e ブを利用する際には加入が必要である。メールアドレスは任意の文字 emnet.ne.jp となる。紙請求書は有料となっている。e モバイルの料金プランは音声端末用とデータ通信端末用の2つに分かれている。なお、y、モバイルへのブランド統合とその後の料金プランの集約により、 2015年9月30日までに、ほとんどの e モバイルの料金プランの新規及び変更の申し込み受付を終了した。利用中のユーザーは、プラン変更を行わない限り継続利用が可能である。ただし、音声契約と 3G のみのデータ契約については、2018年1月31日をもって、停破され、使用不可となる予定。 音声端末用の料金プランは2008年3月28日に携帯プランを開始し、翌年の2月7日から携帯定額プランを順次開始し、それぞれに専用のオプションが存在する。また、後述するデータカード用プランの中には一部の機種を除いて音声端末で契約可能なものも存在する。なお、データ端末用プランでは新たに年、 二年での契約が2010年2月31日をもって新規申し込みの受付を終了している。契約期間は二年間で、二年間経過後は、プラン変更をしない限り、ベーシックへ自動移行となる。ベーシックは、ベーシックから基本使用量が割り引かれてを、基本使用量自体は、二年ないしは、新たに年が適用されている期間の金額と同額となる。 また、2010年12月17日には、スマートフォン向けの料金プランとして、スマートプラン、スマートプランライトを開始し、2013年3月7日には、イモブル LTE 対応スマートフォン向きの LTE 電話プランが、同年8月20日には、イモブル 4GS 対応スマートフォン向けの、4GS プラン、4GS ベーシックプランが順次開始された。なお、 携帯プランは、音声契約で、契約可能なデータ契約用プラン、ギガデータプラン、データプランとともに、2011年5月31日に、携帯定額プランは2012年5月31日、4GS プラン、4GS ベーシックプラン、オプションサービスも含むは2014年7月31日、スマートプラン、スマートプランイ。 LTE 電話プランは2015年9月30日と、順次、新規及び変更の申し込み受付が終了となり、E、モバイルブランドの音声端末用料金プランはすべて、申し込み受付が終了となった。データ通信端末用の料金プランは2007年3月31日より、サービスを開始した下り最大速度7.2、 メガ BPS の EM モバイルブロードバンド向けの料金プラン2009年8月よりサービスを開始した下り最大速度42メガ BPS のイモブル G4 向けの料金プラン2012年3月15日よりサービスを開始した下り最大75メガ BPS のイモボレルト向けの料金プラン2013年8月9日より サービスを開始した下り最大 110Mbps のイモブル 4G 向けの料金プランの4つがあり、EM モバイルブロードバンド向けとイモブルグ4向けの料金プランの構成は共通化されている。また、イモブル LTE とイモブル 4G は料金プランが1種類のみである。なお、Y モバイルの発足に伴ってイモブル 4G 向けプランが2014年7月31日、 EM モバイルブロードバンド向けプラン、イモブル G4 向けプラン、イモボレルト向けプランは二千十五年九月三十日をもって順次終了し、音声端末向け同様、E モバイルブランドのデータ通信向けプランの申し込み受付も終了となった。サービス開始当初は携帯電話サービスでは初めてパソコンからの利用を含めた完全定額制のデータプランのみで、 その後、2007年7月1日には2段階定額制のライトデータプラを、同年12月12日には1イ b 分の無料通信量を含む2段階定額制、ギガデータプランを、2008年3月28日には約 3MB 分の無料通信分を含む2段階定額制、スーパーライトデータプラン、2009年11月5日には 300MB の、 無料通信分を含む2段階定額制のバリューデータプランを2010年9月17日には月間の上限通信量を 5GB に抑えた完全定額制のデータプラン B を順次設。一方で2010年1月31日をもってライトデータプランの新規及び変更の申し込み受付を終了した受信最大21 メガ BPS データ通信サービス向けプランはサービス開始当初2段階定額制のスーパーライトデータプラン21と完全定額制のデータプラン21の2種類が用意されていた2009年11月5日には300メガバイトの無料通信分を含む2段階定額制のバリューデータプラン21を2009年11月5日には2段階定額制の ギガデータプラン21を2010年9月17日には完全定額制のデータプラン21バイトを順次追加した。同年11月19日に DCHSDPA 企画が導入されたことに伴ってこれまでの受信最大2 1ガ b p s データ通信サービスのプラン体系のままで受信最大4 2ガ b p s に高速化され、 イモブル G4 を関したプラン名称に改名した。前日の LTE 電話プランのデータ通信端末用の位置づけとして LTE プランが用意されており、契約種別、パケット単価、パケット通信量の上限額、当月のデータ用は LTE 電話プンと共通である。ただし LTE プランのみ、基本使用量が LTE 電話プランよりも、 バリアスに設定されている分、パケット通信量の上限額が高額に設定されているので注意が要である。オプションのデータ通信タイプとして、定額量のみで、データ通信量が完全定額になる、フラットと端末に付与される IP アドレスが、グローバルアドレス、可変となり、定額量で 2GB まで利用できる、ステップグローバル IP が用意されていた。 端末が対応しているケースに限り、2018年2月以降、順次、LTE 通信が、下り最大 112.5Mbps に向上される予定。ただし、3G の低波と引き換えになるため、同月以降は、LTE のシングルモード通信となる。イモーブル 4G 向けのデータ通信端末用プランとして、4G データプランが用意されており、ベーシック2年。 余年及び2年間の継続利用を約束することで購入時の支払い代金、端末代金を含む割引長期契約割引を付与したバリューセットライト 44G、バリューセット 44G の5種類の契約種別がある。4年、バリューセットライト 44G、バリューセット 44G は初回の契約期間満了時に2年へ自動移行される。また、 ベーシック以外の契約種別を選択した場合、加入中は基本使用量が割引となる。ずっとお得割が適用となる。高速データ通信量は月間 7GB までである。2009年10月1日からネットワークの品質維持と公平性の確保のためとして、基準を超えるユーザーに帯域の制御を行っており、2010年8月23日までは、 1>, 1ヶ月に300万パケット以上の通信を行った場合、翌々月に1ヶ月間制御対象となっていた。2010年8月24日に新しい運用基準が開始予定だったが、準備の遅れで8月30日より次のように改定された。24時間ごとに366メガバイト300万パケットを超えたユーザーに対して、当日の21時から、 翌日の2時まで制御を行い、通信速度を制御している。例えば、1ガ b p s の通信を50分程度続けると、制御対象となる。新しい基準は、従来の基準と比べ、約30倍の制御強化である。ただ、YouTube やニコニコ動画などの動画サイトを含むウェブブラウザによる、www の閲覧、電子メールの送受信。 スカイプなどの VOIP による音声通話、テキストによるインスタントメッセージ、VPN による接続については、利用の影響がない程度に実施するとされており、ウェブサイトの利用者向け FAQ にも記載されている。2012年2月22日より、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティー、協会が提供する、 自動ポルノのアドレスリストに掲載されているサイトの閲覧を制限するブロッキングを実施する。アドレスリストに該当するサイトを閲覧しようとした場合、サイトは表示されず自動ポルノを掲載しているサイトと判定された旨のメッセージ画面が表示される。このブロッキングは以前から提供している青少年ユーザー向けの Web アクセス制限とは異なり、全ユーザーに適用される。 データカード端末の D シリーズ、GP、GD シリーズを含むと、PDA タイプ、スマートフォンタイプの S シリーズ、GS シリーズと、音声端末の H シリーズ及び、タブレットデバイスの A シリーズ、イモブル LTE に対応した GL シリーズ、型番の最後につくアルファベット1文字が、端末タイプを意味し、従来の LTE 対用端末の頭に付けられる GX の。 X に相当するアルファベットが付加される、およびソフトバンクモバイルの回線を利用するイモブル4、GS 端末の EM シリーズが、各メーカーにより供給されている。なお、シムロックのある端末の場合、黒の EM チップ端末に対応した端末に、赤の EM チップを挿入して使用することはできない。逆も同様だが、一部例外あり。ただし、g l 0 p GL10P 及び EM01F を除く SIM ロックのある端末については海外利用が可能な端末については海外オペレーターの SIM カードは受け付けることが可能よってソフトバンクブランドを含めた日本国内の他事業者の有意無カードを受け付けないという意味である合わせてここでの GSM は900-1800 1900MHz 帯に対応したものを指す。以下は、ワイヤレスシティプラニング並びにソフトバンクモバイルの MVNO を利用することにより、e アクセスのネットワークの利用ができない端末。ただし、LTE の 1800MHz 帯については、自社モーをソフトバンクモバイルに提供したものをまたがしされる形で提供している。開始当初のサービスエリアは、東京23区。 名古屋市、京都市、大阪市及び各周辺部、そして成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港だった。その後、順次エリアを拡大中であり、全国主要地下鉄の全線全域で利用でき、人口カバー率は92.2%となっている2011年12月、現在のウェブサイトの記述より。また、基地局数は、 日本全国で1万548曲設置されている。以下の消防本部は e モバイルの音声網と接続されていないため119番通報ができない2016年5月現在。データ通信端末の販売方法として家電量販店等へのインセンティブ制度、販売保証金及びノートパソコンやネットブックとデータ通信端末の 割引セット販売を用いている。ただし割引分で初回購入額を低く設定し、割引額とデータ通信端末購入費用は、携帯電話同様に年間のカップ販売であり、実質支払金額には変化がない。特に2008年夏以降、豊富に販売されたネットブックを安価購入するため、多くの消費者が割引セットで購入し、 携帯電話契約順増数が他社を上回った。ただしノートパソコン購入と回線契約新規加入セットによる割引販売はデータ通信端末のみ適用されスマートフォンには用意されていない。また音声端末スマートフォンで一般的に利用できるホームページなどで案内されている購入方法は原則として一括払いである。 ただし定期契約の2年による割引を受けられる。さらに、アシスト1000、旧誤加入アシストや、アシスト1600などを合わせて利用することで、実質的には、端末購入費用の一部分割払いが可能となる。なお、他社とは異なり、利用に応じたポイント付与の制度はない、ドコモウィルコムを除き、ワップ支払額を除くおおむね音声を伴う、契約のみが、 ポイント付与の対象となるが、ウィルコムの場合でも MVNO 回線利用契約、あるいは自社契約とのセット契約による MVNO 回線利用部分の場合は、付加対象にはならない。一部の例外を除き、EM チップのみの契約は、付加となっている。既存の契約がある場合、メーカーブランドの SIM フリー端末や、他社の SIM ロックを外した端末での利用は可能だ。 世界的には、ローカルな周波数帯であるバンド級を採用しているため、事実上、日本通信が販売する、アイディオスやドコモの東米版バンド対応端末、スマートフォンの場合、2012年12月現在は、K-12C、L-02D、SO-03D のみ。残りの 1.7GHz 帯、対応スマートフォン端末はすべてマイクロサイズとなって、 昼など、ごく少数に限定される。ただし、ドコモの2011年冬モデル以降は、ドコモミニームカード採用機種があるが、2012年2月時点で E アクセスでは、マイケロシムタイプの EM チップは出していないため、該当機種については、東名阪バンド対応であっても、利用不可となっていたが、GSA1 の発売により、同端末の利用者については、 マイケロシムを使う端末の利用も可能である。ちなみに、ドコモブランドの端末の場合、他社回線では、テザリングができない仕様となっている。eAccess が、家電量販店店頭で、ADSL 回線加入契約を行う戦略で、eMobile も、同様に、ウェブ上のオンラインストアと、量販店の携帯電話コーナーでの販売に、注力してきた。2009年9月1日、 同社初の専売拠点、いわゆるキャリアショップを港区赤坂に開店した参照 E モバイル赤坂。これまで回線契約数の増加に伴い電話サポート体制を拡大してきたが他社のようなキャリアショップ設置はなかった。2010年1月8日より順次ショップを拡大することになり、これに合わせて当初の赤坂のような単独店舗だけではなく、 ソフトバンクモバイルが実施している量販店併設型のショップの開設を行うことになった。これにより量販店でも単独リッチのキャリアショップ同様の各種変更手続きができるようにしていく方針。ただしオプション商品については取り扱いを最初から行っていなかったり取りやめたりしている拠点もありオンラインショップの利用をアナウンスしている。また、 スポットと称する店舗の開業もなされているが、キャリアショップに比べて、取扱い内容が各スポットにより絞られ方が異なるため、利用内容によっては注意する必要がある。なお、2010年6月に開設された E、モバイルスポット成田空港第一及び同、第二、2010年10月に開設された E、モバイルスポット羽田空港新国際ターミナルは、 テレコムスクエアの運営であり、同社のカウンターである、モバイルセンターにおのおの併設されている。なお、スポットは、2013年7月以降、順次、ウィルコムプラザに併設され、E、モバイル専業店の空白域などでの保管を行うことになる。このため、スポットと称する拠点は、順次、テレコムスクエア運営の空港店舗3拠点と、 ウィルコムプラザ併設のものとに集約され、それ以外の拠点は、キャリアショップ昇格化、整理統合さることになった。2014年8月より、ウィルコムプラザ及び一部のウィルコムカウンターとの、ブランド統合、サービスレベルの統一に伴い、ショップ店名称が Y モバイルに統一されたため、2014年7月を、もってい、E い、モバイルブランドのショップは消滅した。 eMobile は2009年1月現在以下の事業者 MVNO に対して設備の貸し出し再販を行っていた。それぞれのサービスエリアは eMobile のエリアに準ずる。ただし、eMobile 4G 端末などソフトバンクモバイル網やワイヤレスシティプラニング網を利用しているサービスもあり、その場合は端末やサービス内容に応じて自分で切り替え可能なサービスと ネットワーク側で優先順位を自動的かつ強制的に選択されるものとが存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。